じゃあこんにちは、豊さん、はい、今回取り上げる問題なんですけれども、まあ、楽天の安楽選手の問題なんですけど、コメント多いな。いや、そうなんですよ。コメントで、はい、この件は取り上げないんですかっていうのがずっと来ていて、本当は、まあ、この件がまだ今調査中で、はっきりしたことが最終的な結果が出てない、決断が出ていないので、それまではやっぱり控えるのを控えておこうと思って。スタッフともやっていたんですが、やっぱりそうです一言みたいだけどな。いや、でもただやっぱりその世の中的な、はい、方向であったりとか、もちろん見てくださってるファンの方がやっぱり取り上げてくださいっていう声も大きかったですし、やっぱりこれは一つの出来事ではなくて、やっぱり野球界ひいてはその大きな問題だと思うので、これはそうな、こんなことがあるんだね。まだいや、私も正直びっくりしました。俺の性格はさ、はい、俺高校大学、はい、ずっとキャプテンをやってきたんだよね。そうなんですね。でこう集合っていうふうに言って、はい、下級生を座らせてとか、うん、俺大っ嫌いだったんだよ、そういうのが。ああ、いわゆるよく今で言うパワハラ的なことですよね。大っ嫌いだったんだよ、うん、で連帯責任だって大っ嫌いだったんだよ、うん、ね、で個人攻撃大っ嫌いなのよ。だからもう聞いた時にはなんかちょっと胸くそ悪いというか、まあそんな印象を受けたんだよね。まだこんなことやってるのかってびっくりしました。それとね、プロ野球ってやっぱ一個人事業主なんだよ、はい、それで球団と契約してて、うん、そこで学生気分が抜けないようなさ、うん、そういうことをやられるともうアウトだな。いや、そうですね、うん、でだって働くこう環境というかさ、うん、やっぱみんな優勝を狙っていこうとしてるわけじゃない、うん、その中でやっぱ貴重な戦力をね、そういうふうにね、一人の男がやってしまうなんて、うん、俺は考えられないよ。いや、本当です。これだから第一報出てきて、やっぱり選手からの声でこれが明るみになって、うん、そのいろんな事実が毎日毎日記事に出てくるたびに、ちょっと本当に考えられないというか、目を疑うような、うん、そのまあ、いじめというかパワハラがあり、それをまたその、ね、止めることもなかったりとか、あと今回のこのパワハラというかいじめというか、この件でもちろんその選手の契約更改が、まあ、荒木選手の無期限延期になった、うん、プラス例えば、イベント、野球のその楽天のイベント、それから納会も今のところは中止、うん、それから楽天に関しては、塩釜市との協定締結式を延期、うん、これは球団が抱えている事象からの配慮ということで、楽天側から塩釜市にこうしてほしいというふうな提案があったということで、その楽天球団の大元もこれを大きなこととして受け止めてるっていうのはすごく分かったんですけれども、うん、まずその豊さんがその昔からこんなこと、こういうことは嫌だったしなかったし、今でもこんなことがあるのが信じられないっていう。いや、プロ野球ってさ、やっぱり一人の人間として磨かなきゃいけないし、はい、それが集合団体となってやっぱり優勝を目指そうとするわけじゃない。その中にあって、その働く環境、これがさ不快な環境であれば絶対優勝なんか無理だしさ、はい、でましてやその同僚からね、うん、そういう言葉が上がってくるっていうのはやっぱよっぽどだったんだと思うよ。もう多分耐えてたんだと思うんですよ、うん、だから、うん、それはねやっぱ球団も真摯に受け止めてちゃんとした裁定を出さなきゃいけないよね、はいはい、うん、だけどその球団で、まあ、楽天のその安楽という人間がフィーチャーされたけども、フォーカスされてね、ただその他の球団もあるかないかっていうのは俺聞いたことがないんだよね、そういうのは。これどうなんですか、他の球団もこれを機に例えばちょっと調査というか、うん、まあ、例えばね、ふざけたりだとかするようなことがあったとしても、うん、やっぱみんなが集まってるところを不快にさせるようなさ、一人の人間を笑い物にするとかさ、うん、そういうのはちょっと考えられないよな。これで命を立つっていうこともゼロではないわけで、相手がそこまでその、まあ、考えなかったっていうこともびっくりですし、まあそうだな、だからまあ学生のノリというかさ、学生の延長で、まあ、そういうものが抜けきれてないというかさ、やっぱり一社会人としてその自覚というのはじゃあどこにあったんだということだよね。ですよね。プラスその学生、例えば小学校、中学校、高校、大学でももしこれがあったら、やっぱり例えば豊さんね、親御さんの気持ち分かると思うので、自分の息子が例えばこういうふうになっていたら学生の時やっぱり親として家族としてやっぱり行きますよね。いや本当行きますよね学校とか相手の親に。まあそうだね、いやそういうチームだとやっぱこう他のチームに生かしたりとかするよね。そうですね。いやだってそんなのがあるようなチームってさ、自分を磨く以前の問題の話じゃない、はい、それとやっぱこう優勝狙えるか、ね、みんなでこう苦労して、きつい練習しながら秋にはビールかけしようみたいな、そういう思いでやってる中で全く論外だよね。論外です。いや論外だと思うよ。だから論外だから動画にしなかったということもあるしさ、はい、いや本当そうですよね、だけどあんまりにもねコメントが「やらないんですかやらないんですか」って多かったです本当に。いやだからまあ、こうやって喋ってるけどもさ、まあだけどなんて言うんだろうな、まあ、そういうことがあるんだなって俺は不思議な感覚でいるし、もしかするとですよ、ないと信じたいですけど、その野球界、スポーツ界、野球界もこれが氷山の一角で、実は、以前もその暴力問題っていうのがプロ野球あったと思うんですけれども、それでも今こうしてまだ出てきてしまったということは、もしかしたらファンとしては他の球団でもあるのかなって疑ってしまったりとか、どうしてもそう思わざるを得ない。いや俺はなんかそれは信じたくないよね。あ、まあそうですね、そうであってほしくないと思うんですよね。そうだね。ただそのなんていうの、パワハラとかさ、まあいろいろ昨今ね、いろいろこう言葉のあやだとか、言葉を上げ足を取るとか、まあいろんなことはあるけども、そこはやっぱ勝つための愛情だとか、成長させるための愛情だとか、まあそういうのが感じられるとね、今の子って敏感だし、すごく察知能力っていうのは高いと思うんだよね。だからそれを分かってくれると思うんだよね。これ岡田監督が言ってたけど、パワハラとかそういうの気にしますかって言った時に、いや話し方はね、それはやっぱりある程度は気にするようになったよと。ただやっぱり野球を本当に教えてあげたいとか、野球で成長させてやりたいって言った時には、まあこうどんどん入っていくけども、なんていうの、それに興味を持った子どもたちっていうのはどんどん食らいついてくるっていうんだよね。だから勝手に成長するっていうんだよね。でもそれを同僚でさ、それをやられるともう話にならないよね。これ愛情じゃないですもんね。まあ愛情じゃない、笑いもんだよな。これ本当に野球界全体の問題として捉えていかないと、やっぱりファンも納得もいかないですし、まあ起こりうる事例ではあるかもわからないよね、こういうことっていうのは。ただまあその友達関係の中で笑い物になったりだとか、それはもうしょうがないのかもわからないけども、その関係値がちゃんと構築されてたらな。だからただその食事に誘ってこなかったらなんか鬼電したりだとかっていう記事もあったしね、だけどそれは個人事業主だから、それは体調によって行ったり行かなかったりする時もあるだろうしね。まあ個人の自由ですもんね。自由だよね。自由だよね。そうですよね。自由をこうね、束縛するような、まあそういうことっていうのは良くないだろうしな。そうですね。いやだからなんかこれを機にプロ野球界全体がもう一度、例えば会議の人が集まって、ね、注目度の高いプロ野球の中にあってね、だからいじめだとか、そういうパワハラだとか、そういうのはやっぱり見本になっていかなきゃいけないと思うんですね。スポーツはそうですよね。でスポーツって本当にクリーンな感じの、本来はそうだし、爽やかな感じなんだよね。だからそれをやっぱこういうような記事が出てくるっていうのはすごく残念だよね。本当そうですよね。しかももう選手が多分たまりかねて出してるっていうことは相当、相当だよなと思います。まあそのやめてくださいよとかなんとかって言ったこともあるんだろうけどもさ。いやーちょっとそうなんですよね。だから一ファンとしてっていうやっぱがっかりという。まあファンって野球ファンはやっぱりこうそれを聞いた時にどう思ったの？単純に嫌って思いました。もう嫌だ。なんかやってることが、いやもうなんかもう一歩間違えればそれ本当相手がね自死してしまったり亡くなってしまうようなことだよっていうのを今やっても、そのなんか。まだそんなことをっていう。ああそういう感じか。だずーっと言われてきてる中でわからないのかなっていう嫌です。なんかファンとしては、うん、人としてもすごく悲しいというか嫌ですね。胸がちょっと俺らはさ、うん、やっぱライバルがいるわけじゃない、うん、やっぱ常にレギュラーって言ったって痛いやかゆいや言ったら違う選手が出ていく、うん、その選手が活躍したらレギュラーの座を追われる、はい、でもそういう危機感をずっと持ちながらこうやってたからね、だから他人がどうのこうのというよりも、やっぱ自分の体調だとか自分のちゃんと律していかないと、うん、守れないっていうふうに思ってやってたから、うん、なんか話を聞いた時にえみたいな、まあそうですね、自分のことでストイックに頑張らなきゃいけないのに、うん、そんな他人になんかしてる暇ないでしょっていう感じですよね。だからそれに俺は驚いたんだよ、うん、何やってんのみたいな。そうですよね、そんな余裕があったんだみたいなね。本当そうですよね、うん、だからまあそういう形でライバルを蹴落とすとかね、うん、まあそういう形だったのかもわからないし、うん、とかまあはけ口なんかイライラのはけ口だったのかもしれないし、でもさショックだぞお前、うん、なあ後輩かなんか知らないけどさ、うん、一緒にやりたくないっていうわけの答えなわけでしょ。もちろんそうですそうです。それは相当なことだよな。だからそのまあ記事によるのでそのねまだその何も決定的なものがね最後のその結果が出てきてないのでわからないですけど、まあでも火のないところに煙は立たずでさ、でやっぱり球団に直訴して言うっていうのはよっぽどのことだと思うよ、ね、デリケートな問題だけども、うん、救う余地はない、なんかね、なんかそうですね、まあなんかあるんだろうけどね。あとなんか周りももし気づいたら何かしてあげられなかったのかなっていう、ちょっとそこもなんかちょっと胸が痛まないけれども、まあなんか本当これを機にというか、これを機にっていうのも変なんですけど、プロ野球界がそのパワハラ問題とかこういう問題を何か一つちょっとこう大きく前進するような何か対策だったりとか、何かこう全球団でのその話し合いとか、まあおかしいのかもしれないですけど、全球団の話し合いっていうよりもさ、やっぱ個人のその思考の問題だよね。本来はそうなんですよね。いやだからまあそこら辺はやっぱ教育としてね、球団が責任を持って一人一人にこう向き合っていく、まあそういうことも大事な時代になってきたのかなっていうふうには思うけどね。もうだから本当各球団に一つ窓口を置くような時代になってくるのかな。まあ会社でもあるからね、はい、もちろんあります。パワハラとかセクハラの窓口っていうのはあるので、もう各球団一つそういうところを作ってっていうふうな時代になっていくのかなと思いますし、何よりやっぱりチームが強くなる、で個人で素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるっていうところをやっぱファンは見たいっていう、その見たいのはここじゃないっていうところですよね。だからまあ本人がね、この記事が出てみんなが落胆をするっていうことをね、やっぱもう少し真摯に受け止めて、まあちょうど考えてほしいな。本当そうですね。球団はどういう裁定をね下すのかわからないけども、まずは本当にあれだけ優勝するために A クラスに入るために。ね、あれだけ応援してくれた、その中で何が行われたのかっていうことを聞くと、ファンはどう思うかっていうことをまずやっぱり考えてほしいよ。そうですね、うん、それによって行動をしっかりとってほしいなっていうふうには思うな。そうですね、はい。